はい、では行きましょう。さあ、ユグノア城跡行きましょうかね。の地下で待ってるやつがいると。ユグノア城はわかるかな。ユグノア城はここら辺じゃなかったか。これ？これデルカダールか。これデルカダールか。これデルカダール。ユグノア城はなんかもうちょっと森っぽいところの。ちょっと待ってくださいね。もうちょいなんか森っぽいところの。バラバラバーン。これか。これか。多分これ。よし、これや。ここの地下。地下、地下、地下、地下。どっかから入れたんですよね。ああ、誰かいる。わいはしがないゴロつきや。このユグノア城跡に来てからお宝を探し回っとったんやけど、ここの瓦礫をどかしたら、その奥に見るからに怪しげな地下への階段を見つけたんや。そやけど、この階段の奥からなんや、蹴ったような声聞こえてきたな。口惜しい、口惜しい、言うて。きっと16年前に魔物に襲われたユグノア国民らの怨念が怨念。いや、言うて。ブルブル、めっちゃ怖いやんけ。親父の怨念や。親父の怨念ほったらかしにしてた。いかんと。親父の怨念解放せんと。親父の怨念完全ほったらかしにしてた。あー、おったおったおった。さあさあさあ、来た来た。もっともっと冷めぬ悪夢に絶望しろ。このままでは飢え死にしてしまうではないか。よし。うわ、うまそうな食材現れたわい。お前らも我が糧にしてやろう。この邪神様のしもべ、バクーモスの名。邪神様が目覚めたおかげで我が体にも凄まじい力がみなぎっているのだ。ああ、一応バクーモス、邪になっとるね。この嘆きの戦士は16年前の悲劇の中、無残にも散ったユグノア王の慣れの果ての姿。ユグノア王だと、あの戦士はまさかアーウィンなのか。アーウィンはこのユグノア王国の王であり、最強の戦士だった男。そして勇者、恩師の父親じゃ。してます。あれ、なんか俺またパレードの服着てない？国は滅び、愛する家族とは死に別れ、この男の絶望はまさに高級フルコース。この男の絶望は一度食べたら忘れられぬ。16年間食べ続けても飽きぬほどだ。だがしかし、食べても食べても満たされぬ上、もはやこの男の絶望だけでは満足できぬ。次はお前らの新鮮な絶望を食らうとしよう。いや、いいんですけど、今パレードの服をなぜか着ているような気がするんです。一回パレードに参加させられたことによってパレードの服を着させられるという恥ずかしめを受けてない？これちょっとやめて。またパレードの服に変わってるし、やめなさいって。やめて、もうそれは卒業したのよ。さすがにもう卒業した私、パレードの服は。しかもパレードの服ちょっと弱いやつ装備させられるし、これでいいやんね。装備したね。オッケー、よし、やろうか。多分楽勝やと思うから、剣の前入れていく。うい、ピンチさせてくれや、ドルマドン。ホーリーライト行くんや。ここでベホマズン行かないか。よっぽど楽勝と思ってるってことですかね。デビルモード、マルティナはおそらく氷結やってくれると思うんで、アタッカーとしては相当優秀なので、ナイス。そういうこと。ここでぶち込んでいこう。スイ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 、きた。うわ、強ー、めっちゃ強い、すごいっすね。
まあ、予想通りのことが起きてるけど、これシルビアも変えますね、入れ替え。これベロニカ、一番火力的にはこの4人がバランスいいんじゃないかな。3人がガツガツ攻撃してセイナでベホマズンというスタイル。ほら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 、もう瞬殺ですよ。はい、77記事。はい、76 77記事。はい、ちょっと振り分けよっかな。排水の構え、ジゴスパーク行きたいっすね。ジゴスパーク、ベホマズンも行きたいけど、この辺も見てみたいんだな。単体攻撃の可能性、敵全体を行かずしの刃で打ち滅ぼす必殺技、これめっちゃ強いの出てくるんじゃん。ここごっつ気になるな。すごい気になるな、ここな。これよ、気になるじゃないか。もうここら辺はもういらんっすね。カミュ20、これの謎が解ける。よし、状態上成功率アップ。これが何？二刀の極意、二刀攻撃。うわ、二刀攻撃時にどちらの手でも同じ力で攻撃。うわ、めっちゃいいやん。めっちゃいいこれ。そんなんいけんねやん。うわ、羨ましい。それ勇者に欲しいわ。めちゃくちゃ羨ましいっすやん。へえ、すごい。そんなのができるんですか。爪をガンガンに開けていく。タイガークローね。これ強いですから。うわー、ちょっと一気にちょっとカミューの価値上がりそうやな。ぐぎゃー。いや、あれ話、あれ、ああなると話は別やもんね、全然。ここは一体。ということは勇者のあそこもそれかもしれんな。その眼差し、その目に宿る優しい光はまさかそんな。お父様、勇者なのか。そうか、私を絶望の淵から解き放ってくれたのはお前だったのだな。立派になったな、勇者。あなた、ようやく元のあなたに戻ってくれたので。ああ、信じられない。君なのか、エレノア。あなたを苦しめていた呪縛は勇者が解き放ってくれた。これで私たち安心して旅立てるわね。ええー、そうだな、エレノア。誰と喋ってんのよ。消えてった。勇者、私の可愛い勇者、あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。それでもそのまままっすぐに進みなさい。あなたの中にある希望の光がきっとあなたを導いてくれるはず。父も母もいつもあなたを見守っていますよ。さようなら勇者、ずっとあなたのことが大好きよ。ありがとう。いつもグッとくるな、ここ。これで本当にお別れじゃな。2回目なんですけどね、私はね。あと、ちなみになんですけどね、ちょっとシルビアもよう見たらパレードの服着させられてんね、これ。何をしてんのよ、本当に。あなたは何を着ていた、そもそも。もともとお前何着てた。あれ、こいつもともと何着てた、これ。とりあえずハグレメタル鎧でいいか。こいつも専用装備をね、装備させてあげたいっすよね。アーウィンの兜、アーウィンの鎧。鎧とか兜はもうグレイグでお腹いっぱいやねんけど、多分あんま強くないんじゃない。あ、勇者かな、勇者専用かな。勇者の兜をかぶってもうてるしね。呪いと属性攻撃に強くなる兜。絆のセット装備、呪いガード。でも効果ないやん。効果ないと思うで、ね、呪いガードって言われても。ガードできてはりませんでしたけどね。いや、ちょっと待って、勇者の衣でいい。ガードされ
してはらへん、できてはらへんかったけどね。まあ言って悪い、言っちゃ悪いけど、言っちゃ悪いですけど、言っちゃ悪いですけど、失敗してはったけどねと思いますけどね。まあわからん、呪われてはらへんかったということなのかな。あれは呪われてたように見えましたけどもね。クレイモラン、玉座で女王性が強き者、シケスビア雪原、ミルレアンの森で呪われしの者が救いを求めてる、聖地ラムダ大聖堂で老人が肌に渡したいものがある。よし、とりあえずムホムホ行こうか。じゃあムホムホ行きましょう。ダメなの？はい、ムホムホ討伐。もうギガデイン、ミナデイン、まあ一応ゾーンでミナデインも行けるし、万全の体制ではあるよ。ルーラ、クレイマラ。さあここからちょっと待ってください。天空のフルート、ギガデイン、デイン系で倒せばいいよね。デイン系で倒せばいいから、もうギガデイン勇者で連打しておけばいいっすよね。倒すって言われるとまたちょっと微妙かなとも思うけど、どうなんやろうな。倒すって言われるとなーっていう気もせんでもないっすけど、いけるもんなんかな。なんか他のキャラも絶対攻撃をしてしまいよるから、それ止めていく感じなのかな。ギガスラッシュ、 逆から切っただけのやつ。まあまあいいでしょう。完全に逆から切った、なんちゃら残と逆から切っただけのやつですけど、マルティナ、あれグレイグじゃない、勇者マルティナシルビア、まあまあじゃあグレイグやる、参加する。雑魚弱いです、雑魚めちゃくちゃ弱いですから、ちょっとこれだけ取っときたいわ。どうせそんな大したもんじゃないやろうと思うんやけど、取っときたい。もう出てこうへん、珍しいっすね。ものすごく珍しいパターンですね。大概岩の周りはもう相当濃いエンカウント率であいつらがおるんですけどね、全く出てくる気配がない。ちょっとやらせてくれないのか。出てこないな、出てこないから諦めたのかな多分。悲しいっすけど出てこないっすね。遠くで拾ってくる感じなのかな、拾ってきて持って帰ってくる的な。あー出てこんな。いよいよマルティナもね、全体敵全体攻撃が欲しいんで、やっぱだからジゴスパークとか欲しい。川の帽子マジいらん、しょうがないな、行こうかって言ったところで出てきたりする。出てこない、出てこないな。クリオネオン、クリオネオン、出てくるんや。それを持っていくんやろね多分。ちょっとめんどくさいですけど、あ
まりにも出てこないんでちょっと持っていくのをやってみようかな。それしか無理やもん。出てこなさすぎるでしょ。ナイス。いいよ、あ、いいよ。早くもカミューが楽しみでしょうがない。カミューの成長が楽しみでしょうがない。シェア。先ムホムホ行こうか。ムホらしたろうか。すげえ。あー出た。やっぱこの辺におるんや。もし取れたら戻ります。ヘルカッチャは前も出てきとったっすね。まあそんな強くないですけど、ヘルカッチャ、ジャワ、前も出てきとったな。取れへんのかい。なかなかハードル高いな。よし、取れるかもしれないけどもう戻らんぞ。とりあえずまあまあまあ、無法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 討伐を優先しますね。その帰りにでももう一回寄りましょう。もし取れても。取れた。こんな都合悪いねこれね。よし、一度は行ってますからもうさっさと、さあやりますか。そんなに強くなかった、まあ、一応あの時点のレベルで倒せてるからもうほんまに余裕で倒せると思うんですよね。せやし、火力寄せ系のパーティーで一気に押す感じでいこうかな。はい、セーニャも HP500 到達。おい、お疲れ。お疲れ、お疲れ。お疲れ。スキップ。ムンババ。お前の体力をまず測らせてくれ。だいたい体力を、あ、まあ、総ダメージを計算しながらやっていこうかなと思います。最初はいいでしょ。まずは次の前。30×4、 結構もうこれでも結構入ってるっすよね。今で1300ぐらい、1600ぐらい、もう結構入ってる。マリフォーマー、セイニャ寝ちゃって一番嫌なパターン入れ替えます。もうでもね、もう俺正直打っていこうかなと。もう、いやちょっと待てよ、連携でデイン系は無理か。いやあると思うんですけど、ギガバーストと、これミナデイン全員がゾーンの時、これやれたら最高っすけどね。まあとりあえずギガデイン、いつ倒してもいいという感じで。どれぐらいダメージ入る ?600 600か。あ、ちょっと待って、ガンガン行こうぜになってるやん。ガンガン行こうぜのままになってる。間違えてる完全に。いやもうあんまりガンガン行かないでほしい。あんまりガンガン行かないでほしい。ちょっと待って、バッチリに切り替えて、ここでできればギガで決まれ。もう結構ダメージ入ってますよ。決まれ。よっしゃ、一発成功。よっしゃ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 、うまくいきました。聖なる雷の力を吸収し森の聖獣ムンババとなった。やった、ムホホムホホ。新しい自分に生まれ変わったことを喜んでいる。
役に立ってもらえますか。はい、むほむほ石の村で村人を見守ってみます。はい、むほむほ人間の言葉めっちゃわかるやんこいつすごいっすよ。わかんねえ、石の村でとか首輪つけて連れていくのかなと思ってましたけど、石の村でみたいな、石の村のこともなんで知ってんのよ、すごいやん。いいけどな、成獣になったみたいな言うとるだけやから、自己申告ですよ、なってないかもしれないよ、正直なところって信用すんのかって話ですよ。ほんまに信用していいのか、なっとらへんかもしれんね、そんなもん。あ、それは分かりませんね、分かりません。マルティナ・シロジア、ベロニカでどうしようか。よし、ちょっとあれだけやらせてくださいね、宝箱だけ取らせてください。ちょっとゾーンを維持します。マルティナがゾーンに入ったらスペクタクルショーっていうか、でもスペクタクルショー一か八かのみたいなこと言ってるけど、いいことしか起こらないですけどね。どういうあれなんやろね。プラチナの槍、プラチナの槍すげえ高く売れそうな。プラチナ鉱石、プラチナ鉱石ここで余裕で手に入る。 MP が足りないな。ういっす、ういっす、ういっす、ういっす。いいね、飛ばしていく。 MP が足りなくなってる、勇者が足りなくなってるってことはもうぼちぼちレベル上がるってことだと思います。魔獣の皮、はい、よいしょ。オーブラーオーブラー、幸せの帽子外してますからね。ちょっと MP が歩きで回復しなくなってるんで、はいよ。さあ、ではムキムキマンをこの辺りで手に入れて、さっそうと帰りたいです。はいよ。素でもだいぶ強くなってきたな。はい、贅沢な魔法使ってもらいやがって、贅沢な魔法。ベロニカガンガン行こうぜ。まあそのままでいいか。バイキルトもたまにはやってほしいから、バッチリ頑張れに戻しとこうかな。やりよるかどうかわかんないですけど、こいつマジで両手使えるようになったらすげえ強いんじゃないか。あそこにあれがあるって分かってたらめっちゃ最速で俺開けに行ってたけどね。強いもん多分間違いなく。まあね、分からないから面白いんですけどね。最初から分かってたらただの効率中になっちゃうんで。そうなるとなんか単体で強い武器を2つやっぱ持たせたい気持ちになるよな。よし、すがる、すがる、ムンムンババー、ドドドドドドド、静かに、めっちゃ邪魔こいつ、邪魔なとこに一匹おるな。
あいつ当たっても反応なしかな。どうやろう、めっちゃ邪魔なとこに引き寄るんですよね。ビタで止まってるやつがおる。ビタ止まりのおっさんが一人おるよね。金の指輪コーンって言った。贅沢贅沢スカイ、はいはいはいよ、ゴチです。いっぱいスキルくれ。10ポイントか、まだっすよね。一応見て、まだっすよね。まだや、焦るんじゃない。次のレベルアップあたりでいけるかな。いけたらいいな。マジカルハットじゃ、すぐ魔法技使おうとしてしまってすいません。手癖みたいになってるんですよね、覇王山使うのが。よし、素早さの種かい、素早さの種かい。しょうもない、めちゃめちゃしょうもないやないかい。よし、まあこれで一応あれか、石の村のイベントは終わらせられることができるのかな、ですよね。石の村に関しては完全に終わらすことができる。ですよね、その前に今マルティナが一回ちょっとゾーン行ったんで、シルビアと合わせてスペクタクル行きますか。スペクタクル行っちゃうか。ゾーン必中を入れて、ちょっと待ってくださいね、魔法の聖水を勇者に使い、よし、あーよかった、びっくりした、なんで一回降りたんや。よし、ここでまずはゾーン必中、ミラクレイド、ゾーン必中を使えない、味方が強すぎてゾーン必中を使えないという、マジか。ちょっと待って、やりたいんです、ゾーン必中をやりたいんだ。やらせてくれ。勇者素早いんですよね。よし、 OKOK 入った。で次の雑魚で決めますか、スペクタクルショー開催しますか。魔物呼びのやつ使ってみよう、魔物呼びのベル。よし、さあスペクタクルショーの開演だ。まず勇者マルティナ、シルビア、そしてカミとで、連携、シルビアでスペクタクルショー、そしてもうこいつはメタルギルに入る。いけー、よっしゃー、きたーす、ナイスー。早速の、なんなんあいつ、意気込みがすごいっす、意気込みがすごいの、意気込みがよ。倒せる、よっしゃーす、よし、決まった。いやー24万、うわー2段階ダブルクラッチ、いかつーい、すごい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 、うわー神も80、これいけるでしょう。
やー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 、すごいすごいすごい。めっちゃやべえ。もう80か。ここ数回、うわ、あ、幸せの帽子、びっくりした。幸せの靴かと思った。ちょっと振り分けましょうか。振り分け親方で。強いな、この辺。ちょっと、あれ、あそこまでちょっと頑張ってみようか。地獄スパーク。1グループに地獄の雷。グループじゃなくて全体が欲しいんだが。全体技ないのか、あなた。烈光一閃撃。雷光の月は当たれば会心の一撃。あー、いいんじゃない？まあでもこっち行こう。ゾーン突入率アップにしとこう。シルビアも全部いけんじゃん。はい。もうちょっとですよ、もうちょっとです、多分。大魔神斬り。来た、二刀の極意。二刀攻撃時にどちらの手でも同じ力で攻撃。ナイス。ベロニカ50個もある。ゾーン効果アップ。で、ここ開けますか。もう多分、無知系でしょうね。無知の技ですよね。疾風陣雷。あとは、まあ、この真ん中上のところが、ちょっといいのがあるかなぐらいかな。可能性としては、ここね。ここ。でも終わるよ、これ。グレイグ完全に終わるよ、これ。仕事が。アイスストーム。あと1個。ローはタイガークロー。見かわしアップ。素早さアップ。よし。セーニャは、そこ開けたいんで。多分いいのが隠れてると思うんですよね。この開けにくいから。マヒャダイン。ここ。バギムーチョ。すんごい。よし。やっぱりでもセーニャはやりなんやな。バギムーチョとか言われたらもう完全にそうなんやなって感じですよね。もう、そこのために置いてあるみたいな感じがするもんな。よし、OK。さあ、では、石の村も行きたいんですけど、クレイモランの女王のところに行こうかな。とりあえず。よし。ここもありましたしね、何か。OK。では一回またセーブしまして、次はここから行きたいと思います。見ていただいてありがとうございました。